はい、こんにちは、トールと申します。サマータイム連打の第19話を視聴しました。いや、影潮と離れ離れになってしまった悲しみに暮れる間もなく徹底的に潰しに来るハイネたちですよ。いや、痺れました ね。しかもですね、全然油断とかせずにね、知的に攻めてくる形ね。いや、ここも面白かったと思います。その分ですね、伏線とか描写の回収なんかも見事で、特にストーリー作りとしてはシデとヒズルのね、決着のためのね、話っていうのもなかなか見事にできていたと思います。考察点としましては、影潮の復活ルートなんかも見えたのかなというふうに思いますので、この辺考えていきたいと思います。それではアニメ視聴者視点で今回の感想や注目ポイントについて共有していきたいと思いますので、よろしければお付き合いください。さて、今回ね、かなりハイネが積極的に動くわけですよ。これは影潮の気配がいなくなったから、これ幸いというね、形になっています。ただですね、この弱ってるとこにちゃんとガンガンつけ込んで攻めてくるんだけど、全力で一気に攻めてくる、力押しでもないんですね。ここが素敵なんですね。力をしっかり割いて、でも安全マージンは取って、カラスになって様子を伺って、影潮の気配が消えたからね、ここだとばかりにですね、攻めてくるわけですよ。いわゆるリスポーンキル的なね、考え方です。言ったら、戻ってきたばっかりの新兵っていうのはもう一回死んでしまうとですね、もう戻ってこれなくなる可能性が高いわけですね。そんなわけでそこを全力で潰しにかかる。しかしですね、何かに気づいて、逃げ出してしまいます。つまりですね、油断もしてないし、全力で潰しに来てるんだけど逃げてしまったことは何なんだろうと、そういうところが考察材料にちゃんとなるわけですよ。今回その後のその電話の描写なんかもそうなんですが、考察ポイントとしてね、非常にうまくできているので、みんなであれやこれやと考えるのが楽しい、仕上がりになっていたと思います。特に本編にそこまでね、関わってこないのかもしれませんけど、例えば今回もね、そのハイネってずっとカラスになってて、で、あかりちゃんを取り込んだ後にね、あかりちゃんになってこう新兵にね、コミュニケーションを取りに行ってるわけなので、これはおそらくもうしおりちゃんにはなれないんでしょうね。多分しおりちゃんの肉体が完全に破損してしまって再現ができなくなった、また、家族も一人もいなくなってしまったというね、悲しみがあるんじゃないかなとは思われます。そんなわけでね、なんか新兵がね、今あかりちゃんね、今俺が死んだらあかりちゃんのコピーしたこともなくなってまうぞみたいなことをね、言ったこともね含めてですね、なんかなかなか新兵のいい切り口にはなってたわけですよ。その交渉は全然意味がなさなかったわけなんですけど、この辺のやっぱり少女のねに自分が適合するというか、ハイネに近い存在をね、狙ってるんだなっていうところがね、よく見えてきます。やっぱね、この辺はいろいろとね、作り込んでくれてる感じがありましたね。キーポイントとしては、ハイネ逃走ですよね。もうあとちょっとのところでハイネが逃げ出しました。これはなぜかっていうと、見たらわかりますよね。これに関しては多分、ハイネが潮の気配に気づいたんですよね。つまり潮の気配が消えたぞってね、やれ皆の者今だって言ってこうかからせたんだけど、実は潮の気配をちょっと感じて、これはもしかしたら自分を騙そうとしている可能性があると思って引いたんじゃないかなというふうには思われます。そうなんですよね。その野良たちをね、けしかけていたんだけど、野良たちって全部影潮が健在なら、寝返りね、ハッキングを受けてですね、逆にハイネ側の敵になっちゃうんですよ。だからこそ、ハイネ単体で影潮がいるかもしれない状態にですね、攻めてくるのは危険と判断して、彼女は逃げ出したわけですね。今度からちょっとカラスには注意しなきゃいけませんね。なんか次の周回からそのネズさんがカラスを撃ちまくる展開にならないといいんですけどね、いろいろ問題がね、発生しそうなんでね。ともあれ原因は、潮の気配を感じたからでいいんじゃないでしょうか。そして牛の気配は何だったのかというと、新兵のポケットの中にあった貝殻ですね。これは新兵がかつて牛にあげたペンダントにした貝殻の貝殻だと思われますが、ただですね、今回の集会において新兵ってこのペンダントのオリジナルはもらってないんですよ。で、何かっていうと、これ
最近7月22日の確定事項に関する動画を皆さんのコメントからね、参考にさせていただいて出したんですけど、まあここでも言ってたんですけど、そう、しんちゃんってペンダントもらってなくて、あの後ろが出てくるまではですね、まあ大体みおちゃんが常にこうペンダントを渡すタイミングを伺ってて、しんちゃんに大体23日ぐらいにはねペンダントを渡してくれるんですよ、遅くても。ただ影後ろが物語に入り込んできてからは、みおちゃんってペンダントして、まあ、ネックレスの状態のやつをね、首にしてないし、多分ね持ち歩いてない可能性なんかもあるわけですね。そんなわけで新平のポケットに入っていたのは何かっていうと、あれはか、まあ、後ろの、バックアップ的な、本体バックアップ的なものなのかなというふうには思いました。つまり、これってそのハイネがリモートしおりちゃんリモートしおりちゃんしてたのと同じなのかなと。あのリモートしおりちゃんがやられてもね、本体があったら復活できるみたいな形だとすると、後ろもですね、こう新兵にバックアップとしてね、ペンダントを残しておいたのかなというふうには思われますね。ただですね、そのこのバックアップの、状態って、これも多分ね不完全なんですよ。見たら分かるように、後ろがコピーしていたのって、そのまあ言ったら首にかけられるようなね、ペンダントであって、新兵のポケットに入ってたのって貝殻のみなんですね。これまあ2つ考察ができると思って、つまりこれペンダントのデータが損傷してる、一部が損傷している、まあ言ったら自然にやられてね損傷してしまったっていうのが1つあると思いますし、もう1つは、この貝自体がそもそもその右目のハイネの右目の力のね、ものだったと。新兵がまあ後ろにねどういうルートで上げたのかは分かりませんけど、そこからまあ後ろにひっついていた、そういう存在だったのかもしれないなというところの、まあ、考察がいろいろできるとは思うんですが、まあ、自分は一応前者だと思って考察をしてみるとですね、これね多分ね小舟家にあるんですよ、オリジナルのペンダントが。でそれを、まあ、家の中で武器になりそうなものを探すんだって言ってたしんちゃんが俯瞰すれば気づけるのかもしれないっていうところですね。まあみおちゃんが持ってた場合はですね、みおと合流すれば手に入れることができるかもしれませんね。これはまあ何とも言えない部分ではありますが、これによっておそらくですね、まあ、牛を復活ルートが見えると思うんですよ。つまり貝殻状態からネックレス状態にすれば、後ろの一部の力が使えるようになって、そして、まだ見つかっていない後ろの遺体があれば、その状態をコピーすることによって影後ろが復活する可能性は、あるんじゃないかと思います。またまあ時間を超えてもですね、遺体オリジナルを飛び込んでおけばですね、消えないことも明らかになっている、いますし、ね、そして無限に再生もできるのかもしれませんね、そういうふうに考えると。はい、あのネイルガンの弾みたいなもんでね、でそういう風に考えると、まあちょっと牛を復活までの道がちょっとだけ見えてきたんじゃないという風に思っています。そしてまあハイネたちの策がこれですよ、秘宝オレオレ詐欺をする新兵っていうところでですね、偽新兵がみんなにスマホで電話をかけて、それぞれ分断するというね、詐欺に出ました。はい、そうなんですね、ハイネは情報をコピーしていたのでしんちゃんになることができるというね、そういうことを見たです。演出はすごく良かったですね、後ろ姿がねちゃんと服装が違っててね、お祭りの日のしんちゃんになってましたね。うん、でこのお祭りしんちゃんって、まあ、4話のね、時までの記憶しか持ってないしんちゃんになっています。ただですね、これしんちゃんが2人いること自体がですね、なんかどんでん返してすごいっていうのとはちょっと違うと思っていて、そもそも今回の話も、ハイネがですねあかりちゃんをコピーした時にしんちゃんもその場所にいるので、そういう意味で言うなら、まあ新兵の偽物が出てくる可能性っていうのはこの時点で結構分かっていた部分ではありましたね。でやっぱり見どころとして言うならスマホですよね。ちゃんと使えるスマホがね起動できる部分としてのね、形になってます。まあこれはねなかなかね気づけない部分だと思います。はい、自分はその新兵がね1周目にコピーされたじゃないですか、でも2周目にもコピーされたっぽいんですよ。これがなんでやろうと思ってて、つまりまあループまたげばデータ消えてしまうんだろうかなっていうふうには、思っていたんですけど、それの部分のまあ答え合わせも含めて説明されましたね。つまり3周目の時点で新兵の存在に気づいてね、だからこそそれを追うためにいろんな力を使ってしまった、力を使い果たしてしまったと、言っていましたので、あ、なるほど、そういう設定なんだなというところでね、ちょっとしっくりきた部分ではありました。
はい、そしてまあスマホに関して言うなら、これはあのネイルガンの下りと近いのかなとは思いましたね。自分はちょっとそのネイルガンのあの下りの意味があの落とし込めていなかった部分がありましたのでね、自分の認識とはちょっと違ってしまっていたんだけど、おそらくまあその別の世界線でオリジナルを取り込んで完全体となったデータは、まあそのリープをね、継いだ後でもですね、完全体データとして、ね、使うことができるんじゃないかなと思います。大きなダメージを受けて、ね、負傷とか損傷しなければね、そのまま使えるということになるんじゃないかと思いますので、そういうふうに見ていくとですね、あ、なるほど、スマホが2つあることもですね、最後の24日のね、終焉の時に取り込まれたからこそね、使われてしまったっていうのはなんとなく納得がね、いく部分にはなってます。はい、まあ市とかもそれでなんか戸津村の拳銃のデータとかをね取り込んで使ってるのかなと思ったりもしますね。うん、でここのねその面白い見せ方というかねっていうのは、今回のしんちゃんってその祭りの日の新兵なんですよ。つまりお祭りしんちゃんだったので、このお祭りしんちゃんのオレオレ詐欺に関しては、実は3話でやっていたね、そうくんが提案した合言葉が有効だったりするんですよね。うん、ここちょっと面白かったなと思いましたね。23日の朝の時点で例えば合言葉を決めていれば、オレオレ詐欺に引っかかることはなかったという形になりますので、面白いんですよ。でそれに対するフォローもちゃんと新平が言ってるんですね。やらなかったことに関しては後悔しないと言っていますので、物語的にも ねその部分が盲点的な部分にならずにね、うまく仕上がってるなというふうに思ってます。いやー、そうくん結構しんとったこと言ってますね、結構ね。そしてまあ一番の見どころというなら、水方兄弟と、シデの戦いなのかなというふうには思いました。はい、この辺りはね、バトルとしてねものすごく優秀であることはまあ僕がねそこまで語ることもないんだけど、物語としてもすごいいいんですよね。まあ最初にフラグを立てちゃってるわけなんですけどね、死亡フラグを立ってるわけですよ。はい、ネズさんがまた後で会おうって言ってね、それ死亡フラグやなみたいなことを言って、で自分は自分でですね、これが終わったらこの話を小説に書くよってね、言ってるわけですよ。でこれはある意味小説家が生き残るフラグにもなるんだけど、このサマータイム連打が漫画であってアニメ化されてる作品っていうのを視聴者がメタ視点で知ってるからこそ、そういう意味で言うとこれはしずるさんの死亡フラグにもなってるんですよ。うん、このキャラクターたちがメタ視点として、ね、メタ視点を持ってないから、これは生存フラグにも見えるんだけど、視聴者という立場のね、メタ視点を持ってるものから見ると死亡フラグなんですよ。つまりどういうことかっていうと、つまり、ひずるさんはね、小説としてノンフィクションとして今回の一連の騒動を書こうとしていたと。うん、していたんだけど、まあ、夢半ばで、ついえてしまって、その意思を継いだ、ね、有名漫画家になった時子がサマータイム連打を連載するというストーリーになっちゃうわけですよ。うん、死亡フラグになっちゃうわけですね。はい、いやそんな感じですね。まあちょっと死亡フラグの話はいいでしょう。ともあれ、まあこれ物語すごくよくて、まずお互いの能力のですね、確認の試合というかね、ネタバラシにはなってました。この辺りの能力に関する解説というか考察は、皆さんがコメントでされていたのがめちゃくちゃドンピシャだったなとは思いましたね。うん、いずれはやっぱりなんか、龍之介が2秒遅れた状態でずっとね後ろから見ていて、ね、またですね、ひずるさんは任意のタイミングで龍之介をね眠らせて出てくることが可能だというところとか、龍之介が見てる景色とか、ね、記憶に関してはひずるさんもちゃんと共有できるところなんかはちゃんとね、早い段階から見ていた人たちをね気づけてた部分になると思います。はい、でそしてそれに対するね、まあ、シデの戦い方とシデ自身の能力のね解説、これはねちょっとね嘘っぽいですよね。なんかその僕の能力もね説明しとかんと不公平ですからみたいなこと言ってるんだけど、ね、言っといて弱点はないって言ってるのは嘘っぽいですね。弱点はないと言ってて弱点がなかった試しは、ないわけですからね。はい、っていう風によると、まあ、シデの能力もつける隙があるのかなという風には思われます。うん、自分的に今までの描写を見ると、なんとなくね、なんかコピー能力を使ったり、あとですね、なんか部分的に体を守ったりしてる様子がね、ありますので、これまあ、中の人間を守ってると取ることもできるんだけど、実際にハイニャからのテレパシーどうやって受けてるのっていうふうに考えるとですね、これはね、なんか、その本体となるような影が、まあ、肉体の中に隠れてるかもしれませんが、一匹いそうな気がするんですよね、なんか。
能力を操作してるやつが一体ね、ただいろんなものと混じってるから捉えられないみたいなね、形に自分はちょっとね見えてきましたね。いやわかんないんですけど、はい、そんなわけでまあ龍之介が ねどうやってシデを下すのかっていうところを期待したい部分ではあります。そうね、個人的にねその決着つけてもいいんじゃないと思ってる部分なんですよ、うん、でこれ何かっていうとそのちょっと見たらいいんですけど、ヒズルさんとシデってやっぱりね因縁があって、でヒズルさんがずっとねそのカリキリさんに嫌悪感があるってね生理的ダメなんだみたいなことを言っていて、それの答え合わせは次回前回ね終わったんだけど、それだけじゃないんですよね、うん、そのシデはシデで思うことがあって、シデの中でですねちゃんとそのヒズルがいたせいでね、ヒズルがいたからこそそのハイネがおかしくなってしまったんだっていう思いがあったわけですよ。これお互いの嫌悪感がつながった瞬間なんですよね、きっちりとね、うん、でこのあたりヒズルさんはしっかりとヒズルあのシデを倒すために龍之介とですね、まあ、協力関係を結ぶこと、つまり龍之介とヒズルの間でのそのテレパシーを行うことによってハイネとシデのですねテレパシー関係っていうところですね穴を埋めに行ったわけですね、うん、そして最後にまあヒズルさんがちょっとなまっていたところが最高にエモかった部分ではありました。ここでまあ龍之介と、ヒズルペアがつながった部分、そしてですね今回見えたのがですねキュウリの下りですよ、うん、そのまあカリキリさん、もう一人のカリキリさんですね、おそらくは何人かいるというかそのもともとそうだと思うんですね、なんか生まれたばかりの赤ん坊に、あじゃあちょっともう今のカリキリさんを、ね、そのまますぐにコピーってわけにはいかないと思うので、しばらく育てられてしまうとかですね、同じものをコピーしてしばらくなんかバックアップとして育てられるとかいうのがね、あるかもしれませんので、基本的にまあカリキリさんに似た2人以上いてもおかしくはない部分ですね、はい、そんなわけでハイネがおそらく産んだであろうね、カリキリA と B なんですけど、こちら火傷してない方の、カリキリさんがね言っていたキュウリの子だね、はい、ピクルスもなかなかいいですね、でも母はどっちも嫌いなんですよ、困ったものです。これの意味するところ何かっていうと、モーハイネはラムネを食べて喜んでいたあの状態じゃなくて、人の味以外では満足できない状態になっている形がつながってくるわけですね、今回の最後の描写に。でこれはもう何かっていうと、最後にカリキリが言ったようにですね、お前さえいなければですよ、ヒズルのせいで、まあ、人の血の味を覚えたことで本来の影の性質が戻ってしまったのか、そして、龍之介を食べてしまったことによってですね、まあ、人格がですね崩れていってしまったっていうふうに考えると、本気でカリキリはそのヒズルのことを恨んでいてね、お前さえいなければっていう思いが強かったわけですよ。そのもちろんカリキリが歪んでいてね、それをヒズルが嫌悪感を感じていたことは全くねそのまあブレない部分にはなってるんだけど、でもカリキリの中にもヒズルに対してものすごい、恨みつらみがあったんだっていう考えると、ここでつながったわけですよ。そしてつながったからこそね、これはねここでどっちもまあどっちかがしっかりと滅びてもいい部分で、シデが滅びるパターンもあるんじゃないと、個人的には思ったんですよね。何かっていうと、そのしんちゃんに電話かかってきたじゃないですか。でこれは言ったらヒズルさんが負けたっていうことのフラグなんですよ。でも分かってる描写に対してわざわざフラグを立てるってすごく変な描写ですよね。でだとするとこれしんちゃんにヒズルさん側に来てほしくなかったんじゃないかと思われます。例えばですね、シデがヒズルさんに負けて、ヒズルさんもおそらく、まあ、動けなくなってしまってる状態なんだけど、そういう状態になったら一番困るのはハイネなんですね。ハイネはそのシデに守ってもらっていたんだけど、もう一人のシデはですねミオちゃんの側にいると。で、ヒズルさん側に向かって来られたら自分はどうしようもないと、なんかその多分ハイネ視点では影後ろがまだ動けるんじゃないかとか、影後ろの脅威が消えてないんだと思うんですね。でだからこそミオ側に一旦誘導してですね、で、まあうまくそのシデのねもう一体のシデと合流することを考えたりすると、これ実はハイネがいっぱいいっぱいで、プレッシャーかけてきたというふうにも見えるので、この辺ちょっとね目が離せない部分ですよ、うん、まあ何はともあれね、なんかヒズルさんの訛りと、でそして今回見えたそのシデの人間臭さみたいな、ところがなかなかに良かったかなというふうに思います。
そんなわけで、まあ見どころも満載やしね、もうずっと手に汗握って楽しいですね。まあバトルはもちろん、素晴らしいですし、シデとヒズルさんたちのね、因縁の決着についてのね、道筋も素晴らしかったと思います。ヒズルさんも良かったし、シデ、まあ、カリキリさんも良かったし、そしてね、まあちょいちょいといいとこあるんですよね。なんかハイネに対する部分、今回あかりちゃんがミックスジュースって言えてない、ミックスジュース言ってたじゃないですか。これって多分ハイネを表してると思うんですよね。なんというかハイネの親和性のある、まあ、幼い女の子っていうところで、ハイネの本質っていうのは、そういう風になってたんだけど、ヒズルのせいで狂ったとカリキリは思っているし、そしてなんとかハイネを、救う手段を我々も考える必要はあるんじゃないかと思わせるようなね、展開にはなっていると思います。はい、いやまたね、次回がちょっとね目が離せませんよ。で、まあ、個人的な一押しであるね、影美代としんちゃんのペアもね、期待していきたいなという風には思っています。はい、最後までのご視聴ありがとうございました。サマータイム連打の第19話について感想考察を共有させていただきました。はい、皆さんね、感想も教えていただければと思います。特にですね、前回前々回で22日の確定事項をね、コメントでいろいろ教えてくださいって言ってね、かなりいろいろヒントをいただいてですね、参考にさせていただきました。7月22日のね、確定事項についてね、まとめておいたので、今回もね、すごく自分でも考察ね、解説がしやすかったなというふうに思ってます。まだの方はね、リンク貼っときますので、よろしければ楽しんでいただければというふうに思います。はい、まあまあ新展開にはなってるんだけど、本当に息もつかせぬ、そういうストーリーですね。いや、やっぱりサマータイムレンダー楽しいですね。はい、そんなわけで、まあ次回も楽しんでいきたいと思います。ちょっと影潮がね、復活の道筋が立ったんで、ちょっと明るくはなれました。ではでは、ご視聴ありがとうございました。また次回ありましたらよろしくお願いします。遠山徹でした。